ございます。前回どうでした？いや前回めちゃくちゃ疲れ取れましたよ。あ、本当ですか？あ、よかった。ちょっとここにまたこんもりと。そうなんですよ、ね、なかなか取れないんですよ。いや、これ取れないですよ、やっぱ生きてる間は。だって毎日使ってますから。あとご飯食べたらハーブじゃなくて、疲れたらやっぱほぐさないとダメですよ。そうですね。できます。はい。ちょっと、あ、じゃあ俺が。あ、僕じゃなくて。え、僕来てても全然大丈夫。集中します。すいません。じゃあちょっとあの手回しますね。はい、今日なんかだいぶいい方じゃないですか。あ、そうですね。前回よりは全然いいと思いますよ。コンディション。ね。あんまり軽くない。改善されてんじゃないですか、少しは。左はちょっと硬いけど。センキュー、センキュこれ倒されましたもん。あ、本当ですか？もうちょっとこう内側入った方がいいですね。そう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 。そこは唯一さんの風が来ないゾーン。いい顔してますね。あ、気持ちいい。あ
マッサージされると分かりますよね。なんかここ、あ、ここが疲れてんだなって。そう、まあ、すごく分かる、これ。やっぱりね、自分だけじゃ分からないことって、たくさんある。実際俺も多分人に触ってもらうと、うわーってとこありますよ、ね。確定申告がうわーってなってます。そうですね、そろそろ早い人はでもやっちゃってますもんね。そうですね、やっぱ右より左でね、やっぱり左の方がほらポイント、ここ右はね、そんなにほら左の方がやっぱり肩が張ってるっていうか、首も張ってる。これどんな体の使い方してるんですかね、左の方が張ってるのは。ねえ、だからやっぱそういうちょっとねじれるようなことを自然の中でやってるってことでしょ。だから本人ですら分からない。だいたい右利きの人ってね、左がこんな感じになるんですよ。ああ、そうなんですね。彼少なかれ。まあさ、どっちかっていうと、押さえて、なんか作業を、はい、ね、なんか作業をするとか、なんかね。ああ、だから左がこんな感じ。そうそうそう。だから右にこう行きやすいんで、左手が刃物がなんかねじれるんですよ。これめっちゃ気持ちいいんだよ。前回なんか 手をなんか重視してやってもらったんですよね、確か。今日ちょっとね、肩重視、手ももちろんあったんですよ。寒いな。脱いで大丈夫ですか。いや、でもやっぱね、やっぱ脱がないとちょっとやっぱね、ちょっとパフォーマンスが下がるんですよ。早く暖かくなんないかなーって。3月あたりはもう暖かいんですかね。いや、多分ね、ゴールデンウィーク過ぎる頃まで夜は肌寒い。そう、今年は暖かいですよね。去年確かに、それはほら雪がそんな降らないし。今日夏みたいな。そうね。なんかよく素人にマッサージしてもらったりするんですよ。なんかお兄さんにやってもらったのが分かるんですよ。そこを押されたことないなって部分をなんか押されるのが分かるんですよ。よかった。本当だか分かるんですけど、あ、そこが疲れてたんだ。で、今日はね、そんなにね、手はね、深刻なものがない。そうですよね、前回と比べて全然疲れが、ね、逆に前回がひどすぎたかもしれない。うん、食べてたかもしれない。だからやっぱりもしかしたらその床に寝るのが効いてるのかな。ちょっと意識するじゃないですか。そうですね。今日は早く帰ろう。ここで終わりだ。あっちの方移動しようと思った。ここなんかあんまり場所がいないです。それからもう帰ろうかな。明日。こうやってね、また来てくれるとテンション上がって上着にいて頑張っちゃうかなって気持ちになる。いや、でも逆に嬉しいです。だって無料でこれやっていただけるんだ、ね、僕めちゃくちゃ嬉しいですよ。
ばしてここにゴミを集中させこれが全部時期でできてるあーなんかおばあちゃんとかつけてたのおばあちゃんとかに釣ったんですよこれ効くんですねまあでも多少なら効きますよ時期は結構直接支えようって言います一応変わっていくのがあるんですねはい、体幹鍛えた方がいいんですよそうなんですよ足腰弱いです階段登りを最近階段もきつくなってきたもんやばい全然行くんですよやばいいや気をつけた方がいいですよ一回衰えるとね、はい、これもさ大変ですからそうですよねあと食べ物も結構悪いんですよねマジですかでもあれ最近も本当にインスタントなんですよいいもん食べしてあげてくださいいやでも納豆は結構食べてる一日食ったからダメですよ続けないとダメですそうそうそう続けないと続けないとよいしょ潰れた期間が気になる移動してますねみんな当たっちゃうんですよね、やっぱり気づかないじゃん兄さん、いつも渋谷ですかそうですね、あの この作業、作業というか、ロケするときは大体渋谷です週末は渋谷でじゃあ、そろそろ締めいきますよ、はい、その時点でアウトだめしうわー、気持ちいいだから勉強して、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お待たせしました。本日もありがとうございます。いやこちらこそありがとうございます。はい、寒い中待ってます。ありがとうございます。